同じ灘をつけていることからこう呼ばれるようになったそうです。これに対しまして山と呼ばれる出汁の方ですね、先ほどお話した神事の代わりに神町と呼ばれる町の木が飾られています。この神町というのは神町の神に町、植物の町と書きます。このように山と鉾を合わせて山鉾と、もしくは山鉾と。